教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援する TeachersShift。今週は大手前高松中学高等学校の郷田望先生をゲストにお招きしています。郷田先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。郷田先生は去年度まで 教育企画部長として ICT の導入や活用推進を主導してきたそうですが、まずは本校で一人一台 iPad が始まったのが2016年、こちらからですねタブレットの推進を始めて、その後2019年にロイロノート導入、2020年にブレンド導入、その後教員連絡用にスラックを入れたりとか、今、広げていってるのが Canva。 こういったツールを今、あの、どんどん使っていってるよっていう状態です。全教室 Wi-Fi で、あとスクリーンとプロジェクター完備。一人一台 iPad は全部 BYOD で生徒に購入していただくっていうような形ですね。 環境としては全学年でろいろ使うぐらいだったら結構サクサク動くような Wi-Fi 環境を整えられているので結構 ICT 使うのにもインフラ的な部分でハードルになる部分が学校さんとかがあるっていうふうに聞いてますけれども本校は結構そういうところを問題なくクリアできているかなっていう状況ですまさに ICT をフル活用できる環境が整っているっていうことですよねそうですねその中でどのツールを使われている先生が多いですか 全教員も授業ではロイロノートは結構使ってて、もちろんあの出血管理でブレンドとか使ってますので、この2つは全教員全生徒を使ってるっていうような状況ですね。Slack は先生方が使われているような。 そそうですそうでですす教員の中で連絡をするのはスラックでやってて僕は本当は個人的には職員朝礼朝やってるんですけれども、うん、それも廃止してもうスラックでいいじゃんっていうふうには思ってるんですけどななかなかそこまででは行けてない状態ですそれがいいか悪いかは別としてやっぱり口頭連絡の方がすっと落ちるっていう部分もあるのでそこら辺はアナログととデジジタルと併用しなながらってていいうようよイメージで動いていますそれこそ教育企画部長としてこの ICT 導入推進してこられたということですけども。 中には ICT 苦手な先生とかもいらっしゃったかと思うんですがツールとか導入するときに何を隠そう私自身あの2016年タブレット入れるってなった時に、うん、嘘だろやめてくれみたいなそんなん入れたら絶対大変じゃないかって思ってたんですけど <laughs> 使ってみると結構便利なことが多いのでそこはすごい大事かなとメリットをしっかり提示していくっていうことがすごく大事かなと思っています。 ロイロノート入れる時にもこれ入れるとこういう便利なことがありますよっていうものをしっかり提示したりとかスラック入れる時がすごく面白かったんですけどこれこの中に入れたんですけどねスラック入れた人は自宅勤務していいですよって言ったら <laughs> なるほど <laughs> みんなすぐ入れました <laughs> なるほどそれはもう大きいメリットですよねそうですねこれをしたらこういうことができるよっていうメリットの部分をしっかり出していくっていうふうになると結構みんな動いてくれるかなって思ってます 現在はもう先生方でも苦手であまり使わないっっていいいいうう先生もいららしゃらないようなよややっぱり苦手な人いますけど、うん、今授業を持たずにそういった支援をしてくれる先生が一人いるのでその先生が結構苦手な人を手取り足というサポートしてくれるっていうところがあるのでそういうサポート体制っていうのもできてて苦手な人をしっかり支えていくっていうのも大事かなと思います。うん、環境ももも整っっててていてサポート体制もあってもう完璧ですね また郷田先生ご自身は物理や数学の先生ということですがご自身の授業では ICT どんんなふうに使ってるんでしょうか教科によって違うんですけれども物理数学あと情報も私担当してるんですけど今年はちょっと持ってないんですが去年まで持ってた物理の授業では反転授業ってていう形式で ICT を結構活用してます<う>反転授業っていうと生徒が家で授業動画を見て予習をしてきて。 授業中にはペアワークグループワークそういったことをやるんですけれどもその授業動画はもう全部ロイロノートの方に入っていて、うん、いつでもどこでも見れますよっていう状態ですね、うん、で見たら分かったこと分からなかったことそういったものをメモに書いて提出しなさいというふうな形でやってましたで授業が終わった後すごい大事にしてるのがリフレクションなんですけど、うん、リフレクションシートもデジタルで集約してでそれに対してデジタル上でフィードバックをしていくっていう形でやってます子供たちがもう使うのにも慣れていると思うんですけれども 子どもたちが最終的に自分の考えを ICT 活用してアウトプットする際にこののアウトトプットの仕方すごいなっろいろノートにシンキングツールっていうのがあるんですけど、はい、思考を促すすツールですよね僕のリフレクションシートはこのシンキングツールでやりましょうっていうのを指定してるんですけど。 それを先生これじゃあ私の学びには足りないです」とか言って<ー> <laughs> 自分で私はこのツール使いたいですでも僕が提示したシンキングツールもちゃんと使った上で、うん、さらにそれに足りないものを追加して学びを深めてくるっていう生徒が出てきたりとか、うん、それはもうびっくりしますよね。また先ほどの反転授業 結構当初使い始めた先生たちの中でも作成自体の大変さっていうのもありますがどちらかというと生徒がなかなか見てきてくれないっていう問題もあったかと思うんですけどもその辺りって小田先生の授業だととちゃんとみんみなししてくるんでしょうかそこは僕はアナログの仕掛けがすごい大事だと思ってて。はい 授業動画見てきたら予習の課題をいろいろノート上で提出するっていうデジタルの宿題もあるんですけど、うん、授業の冒頭が「はいじゃあペアの人に」って言ってその予習してきたことがちゃんと分かってないとペアワークが成立しないようなお題を授業冒頭でやるんですよ。ね、でしかもそのペアは毎回授業ででえるんですよそうすると固定化されてたら「一回あいつだし」みたいになるんですけど <laughs>、うん、普段喋らないことも無理やりペアワークさせられるんで、うん、<う>分かってない喋れないとちょっと恥ずかしい思い。 これ <laughs> は生徒にとってみれば一番の罰ゲームなわけですよね <laughs> <laughs> 恥ずかしいっていうねまあもちろんそういうそのネガティブなものだけでは脅迫的な感じになっちゃうので、うん、<laughs> 当然分かってた方が楽しくできるようなペアワーク学びが深まるっていうそういう風うな声かけとかはしたりするんですけどデジタルとアナログと両方の仕掛けっていうのがすごい大事かなと思いますそれは予習してきませんでしたって言えないです、ね、言えないですよね <laughs> <laughs> そして郷田先生はほぼ毎日定時に帰宅ししていると聞きました定時体験するための工夫やコツがあれば教えていただけますでしょうかいくつかあるんですけど、はい、まず一つ目はこれちょっと逆説的になるんですけど。 定時に帰るるここととでですすなるほど <laughs> まあ決めててしまうってことですね,うですねだからもう定時に帰るんだっていうことを決めるっていうことですね僕定時に帰らないと今子育てやってるので、うん、家庭の状況が回らないっていうのもあるので、うん、もう定時に絶対帰るというのが一つ目二、うん、つ目これはちょっとネタみたいになるんですけど朝走ってますどういうことですか 学校に着いてジョギング部と称して今教員がねジョギング部6人ぐらいいるんですよ <laughs> 結構いますね <laughs> でうちの学校目の前に池があって1周1 2キロぐらいなんですけどその池3周6人の先生が走ってる朝走ると結構脳が活性化して仕事の効率が上がったりするので、うん、そういうその体を使うっていうのが2個目かな体を使うことと定時で帰るって決めるっていうことですね この2つはちょっとネタみたいな話なんですけど、うん、すごくマインドセットとして大事なのは捨ててるるととかか諦めるっていうマインドかなと思うんですよ学校の先生って結構何でもしっかりこなしたいっていう風に思う方多いと思うんですけど、うん、80点ぐらいを目指す。 100点は目指さないとかあれもやった方がいいこれもやった方がいいっていうべき以外の学校の先生がやってることって全部生徒のためなのでやらなくていいことってほぼないんですけどでもその中でやった方がいいけどまあこれはやめとこうとかそういう捨てる勇気をちゃんと持つっていうことですね。 確かに公務とか業務ってどん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 追加で加わってくるばっかりで引き算がないっていうのはどの先生に聞いても伺うところですので逆にこのジャッジっていうのは大田先生だけでできない部分もあるんじゃないですか 本当にこの中でこれはやりなさいって言われるようなことの中でも、うん、いやそれはいらないだろうみたいに思うことってぶっちゃけあるんですけど、はい、そこは僕のポジション的な部分もあったりとかしてうん、うん、そういう無駄なものはどんどんなるべくなくしていこうっていう働きかけとか無理やりにじゃなくてうん、うん、やっぱこういう理由でこれはやめた方がいいでそれをやめる代わりにこういうものに置き換えていきましょうっていう相談を管理職としっかり詰めてって<ー>無駄をどんどん。 学校全体としてなくしていくっていうアクションは結構起こすすのは意識してますそうなると学校の他の先生方も定時退勤される方が多いんじゃないですかここのところ結構定時過ぎたらめっちゃ減りましたね<あ>あ人がみんな結構「あらもうすっからかん誰もいない」みたいな<ー>。<laughs> すごい学校全体で働き方改革が進んんででいるんですねうそういう意味ではそのさっきの6人ジョギングしてる先生がいるってうのもそうですけども郷田先生みたいにもうこうしようって決めた先生がやりだすとそこに真似しやすいというか自分もじゃあそう変えたいと思ってたんだけどもできなかった先生っていうのが続きやすいですよね。 僕もそんなにあの年が上の方ではないんですけどポジション的には結構上の方なんですけどそういうポジションが上の結構めちゃくちゃいろんな仕事をやってる先生が「<laughs> あの先生定時で帰ってるの?」<laughs> ってなるとやっぱり結構見本っていうとなんかおこがましいんですけどそれにみんながこう続いていくなるべくやっぱり定時で帰るでもパフォーマンスは落とさないどうすればいいんだろうみたいなのを自分たちで考えるようになるのかなと思いますね。はい、もう日本全国の学校について行っていてててっっほしなと思って 郷田先生モデルっていうのをどんどんちょっと増やしていきたいですよね <laughs> そうですねはいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は大手前高松中学高等学校の郷田のぞみ先生にお越しいただきました郷田先生三十代最後に貴重なお話をいただきありがとうございましたありがとうございました 誰も教えてくれない学校 ICT の失敗,の失敗皆さんこんにちは、し田です、えー、今日は、まあこれくらいはできるでしょうと思い込む失敗についてお話ししますいろんな自治体や学校さんに声をかけていただいてワークショップを行っています事前に打ち合わせもして、ご要望も伺うようにして利活用の実情とかお悩みなんかも把握したつもりでワークショップを計画しているのですが やはり失敗もしてしてままいますとはいえ大きな失敗ばかりでは仕事になりません。その場ではこちらも気がつかなかったようなうかつな失敗がまだあります。大抵の場合原因は同じです。まあこれくらいはできるでしょうという私の思い込みです。ある機能を紹介して操作法について説明します。皆さんしっかり使えるようになって反応もすこぶるいいそんな時に私の中の悪魔がささやくのです。 そうだだここの機能はんんなながあるんだよな時間の余裕もあるし紹介しちゃおうかなそして自慢げに「皆さん実はこの機能を使うとこんなこともできるんですよ」とご紹介参加者からも関心の声が上がりますただ後日アンケートを見てみると「ご紹介いただいた機能が使えないのです」というお言葉「しまった!」と思って調べてみるとその学校で使われている世代の端末は対応していなかったり OS やアプリのバージョンが対応していなかったりすることが判明します慌ててお詫びと説明の連絡をする実は先日もやってしまいましたキーノートというプレゼンテーションアプリにはライブビデオという機能がありますスライドに iPad のカメラ映像をリアルタイムで反映させる機能ですしかもグリーンスクリーンがなくても映像の背景を透明化して人物のみを切り出すことができます 今まではキーノートと iMovie がなければできなかったことが、キーノートだけで完結できる待望の機能です。ワークショップの定番ネタの一つとなりました。ただ、この機能がどこまで使えるのかは、iPad の世代や OS、アプリのバージョンで異なります。背景が透明化できるのか、使えるカメラは一つなのか、複数なのか、そもそもこの機能が使えるのか、気にしているつもりでも、ついつい調子に乗って、そこの環境では使えない機能を紹介してしまうのですね。 例えば背面カメラの映像をスライド全体に表示しつつそこに全面カメラの映像を背景を透明化しつつ重ねるなんてこともできるのでまるでワイプを使った実況中継みたいなことができますでもこれって新しい世代の iPad でないとできないのですこの間は調子に乗って話している途中で気づきましたが焦りました参加者の技量はもちろんですが端末や OS アプリのバージョンなどついつい油断して「このくらいはできるでしょう」と考えてしまう ワークショップに限らず授業だって同じですうまくいっている時盛り上がっている時そんな時こそ慎重にそして自分の中の悪魔の囁きに乗ってしまわないように今日はこのくらいはできるでしょうと思い込む失敗について考えてみましたありがとうございましたティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして 来週もまたお聞きください。 内田陽うは人とデータに価値を見いだし最先端の ICT で学びの場や働く場を支えシステムとデータの連携で人の成長に寄り添っています。よよりり良良いい環境、未来 ICT と環境の構築で情報の価値化と知の競争をデザインする内田陽うです。